今回ね、新しいものを買いました。自分の作った野菜をさらに美味しく食べるためにね、ちょっと映ってるんだけども、この炊飯器みたいなやつね、わかる人はこれ見ただけでもうわかるとは思うんだけども、箱がこれ黒ニンニク発酵器って言います。でうちニンニクをね、まあ動画で一番バズった動画でニンニクの収穫するところを映したんだけども、そのニンニクね、まああれは去年だけども、今年もニンニク作って、これまあちっちゃいやつ、これを使って黒ニンニク作っていこうかなって思います。で、まあ簡単にこれのね、機械の説明しようかな。まだ俺もちゃんと使ったわけじゃないからだけども、だいたい7000円ちょっと、7500円でお釣りが来るくらいです。で、このカゴにニンニクを入れて、発酵させると。で、12日間、6日から12日間かかるそうです。横をこうやって蓋を開くんで、この中にたくさん入れて、量が少ないとうまく発酵しないって書いてたんで、まあいっぱい入れて、入るだけ入れて、で、マックス2キロ。サイズによっては 1キロから 1.5 キロぐらいだってことなんで、うん、そのくらいのニンニク、黒ニンニクを一気に作ることができるそうです。ね、で、これを今これからね、ちょっと作業して、仕込んでいきたいなと思います。今回ね、黒ニンニク初めて作るんで、まあ、冒険として、まあ、ちっちゃいやつ、ミニサイズ、ミニマムサイズのものを使って、作っていきたいなと思うんだけども、でさ、この出っ張りあんまりない方がいいみたいなんで、これを切り落として、この中にどんどん入れて、いっぱい詰めていきたいと思います。本当にこれ、地味な作業だよね。あってもいいような気もするけども、まあでも、効率よく、この中に詰め込むためには、やっぱこれ取った方がいいんじゃないかなって思うんで、今取ってます。まあ、とりあえず、1回目は自分で食べるか、食べて美味しければ、付き合いのある、お世話になってる人たちにお裾分けするっていう感じで、やろうかなと思っています。おお今気づいたけども、上のところがね、大きいから、横にすると出てきちゃうんだね。すげえ間抜けだな。すごい間抜けなことに気づいた。まあ、同じ商品をね、買って使う人いたら、まあ、気をつけてほしいなと思います。ちょっとこう、やってて思ったんだけども、最初はね、途中で気づいたんだけども、下の方ってさ、まあ、この商品に関してだけども、上下の穴がないんで、こぼれないんで、詰め込むとき、こういう風に立てて、いっぱい詰めて、もう少しかな。もう一個。で、詰めて、蓋をして、立てて、今度ここ穴がでかいんで、まあ、抜けるんで、上からこう入れていけば、ぎっしり詰められるなっていうことに気づきました。まあ、他の商品はね、どうなってるかわからないんだけども、まあ、この、ヒロコーポレーションっていうところの、やつだったら、こういう風にした方がいいのかなと。まあ今日初めて使うからだけども、そうするとぎっしり詰められる。大きいニンニクだったら、横のままやってもいいんだけども、これちっちゃいニンニクだからさ、うん、詰め込みづらいんだよね。ただ平で入れていくと、どんどん手前に崩れてきたりして、うん、めんどくさいなと思って。で、こういう風にやっていけば、ぎっしりと詰められる。で、あまり量が少ないとうまく発酵しませんって書いてたんで、うん、だからやっぱこうぎっしり詰めた方がいいんじゃないかなと。最初はちゃんと、メーカーさんの言う通りに作っておきたいなって、説明書に書いてある通りね、説明書読みながらやってるんだけども。うん。で、次の説明書に書いてあるのを見ると、初日から5日目まではニンニクの匂いがしますと。6日目から甘酸っぱいニンニク臭に変化して、次第に無臭になっていますと。無臭に近くなっています。完全に無臭にはなんねえのか。ニンニク臭が部屋に充満する可能性がありますので、換気のいい場所でやってくださいと。まあ、この倉庫で、この倉庫2階の倉庫なんだけども、窓開けておいてやろうかなと思います。1階だったらご近所さんにまで匂いがかもしれないから、2階だから、まあ、人の高さには届かないで、外に出てくと思うんで、まあ、ちょうどいいかなと思って、ね、倉庫の2階でやることにしました。よし、大体詰まったな。で、これ詰まったら、この中に入れろと。で、あとは電源つないでピッピッと設定すれば
OK ってことなんで、コンセントあるところに移動したいと思います。当たり前なんだけども、まずコンセントつなぐと、よいしょよいしょ、ピッとなった。はい、説明書を見ながらね行こうかなと思うんだけども、今スタンバイモードで、操作手順差し込みます。ピッとなった。発光日数ボタンを押しますと、するとデジタル表示に9ビートだから出ますと、 9D か9、9日だか、9日デイなんだべね。で押していって、ここは10、11、12で、6から12で設定できるらしいんで、まあ、12がおすすめってことだったんで、まあ、最初は12日間やりたいと思います。12日に合わせてスタートボタンを押します。スタートどこだっけ、あ、これか、押します。すると発光日数のランプが点滅に変わり、あ、ここね、ここここ、ここが変わって、デジタル表示に残り日数と時間、12日デイと10、何でこれ、あ、24日、が出ますと。あ、温度も出るんだね、先の、これが残り時間か。で、これが2時は24度だよって、この中がね。っていうことで、続いていくと。あとは、設定した日数が経過すれば発行完了ということらしいんで、あとは12日間待ちたいと思います。今日ね、もう仕事に行こうと思って準備して、倉庫に来て、見たらね、やっとできました、黒ニンニク。思ったよりも黒くないのね、結構ね。タイマーが止まってたから12日間の熟成が終わって完成したということです、これが。で、ちょっと中見ていきたいと思う。ちょっと、よいしょ、おお、出てきた。これが一つなんだけどもね、パリパリしてるね。いや、どういう感じになってるんだろう。あー、黒くなってる。指についたのは食べたけどさ、フルーティーっていうか、あ、なんだっけ、よくフルーティーって言うじゃん、よく黒ニンニクって。甘いすんげー美味しい。まあ、でも大量に食えるかっつうとちょっと厳しいかもしれないな。けど美味しい。やっぱりさ、青森ってニンニクの生産量多いから、結構ね、道の駅とかその辺でも黒ニンニクって売ってるんだけども、当たり外れが大きくて、まあ、ちゃんとしたメーカーとしてでかくね、やってるところであれば味も品質も一定で美味しいのかもしれないけども、個人の農家がやってるものだと、やはり美味しいもの美味しくないものがいっぱいあって、俺買えなかったんだよね。最初食べたものは美味しかったけれども、その後その気持ちで買った、ところのやつ食べたら美味しくないんだよな。で、今回自分ところの完全無農薬無肥料のニンニクをね、使って黒ニンニク作りました。12日間かかった、この機械を使ってね。専用の機械ね、炊飯器じゃないよ、使って。12日間かかってやっと真っ黒な黒ニンニク作ることができました。ね、かなり美味しいんで、ね、ニンニク作って大量に作っちゃったって人いたら買ってやってみるのをおすすめします。すごく美味しいです。で、この後ね、これ乾燥機能がついてるんで、どこだ、ここだ、この赤いやつの隣が乾燥のボタンになるんで、光で、あ、見えるな、ね、乾燥ボタンになってるんで、これで乾燥して、保存したいと思います。で、冷凍すると1年間持つということがね、説明書に書いてあったんで、冷凍して、まあ、ちまちまと自分で食べたり人にあげたりとかしていきたいなと思います。美味しいんでやってみてください。